あいうえおクイズ。うおー、なんだなんだ。えひです。ともです。ふるかわです。最強クイズ集団カプリチオチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。新企画アイウェイクイズっていうのなんですけども、なんだいそりゃ。じゃあまず例題こちらなんですけども、うん、こちらですね、5個の言葉が縦に並んでおりまして、うん、この丸と四角にはですね、うん、同じかな一文字が入るというような形になっております、はいはい、青い枠の部分ですね、うんうん、ここにはですね、まあ、アイウェイをとか、うん、かきくけこみたいなそういう5文字がですね、うん、順番に入るようになっております、うん、おー、なるほどね。でそれで別々の5個の言葉ができるということです。すごいねこれ、うん、すごいな。え、めっちゃすごい、うん、これは分かったよ、うん、これはあいうえおが入って、うん、伸ばし棒とるが後ろにくっつくんでしょ。はい、そうするとあるいるうるえるおるになる。はい、その通りです。よし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 、はい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 、分かったけど、ね、そんなにあるかね。これも何問も用意してくださってるということですよ ね、 ね、すごいね。2問しかないんじゃない。例題ともう1問で終わる、2問で終わるだろうこれ、ね、そうね。できる言葉がなそいで何なのかっていうのを答えていただければ1ポイントになります。必ずそのこの枠は順番にそのあいうえおみたいな順番になってるので、うん、そのおえうあいみたいに入ることはないと。はいはいはい、すごくない。はい、で言葉は10秒間お休みということでお願いします。はい、それでは早速やってみよう。はい、後藤前提のポーズ。それでは第1問はこちらです。でけん、こちら縦に何とか行のかな、そして丸と四角には同じものが入る。あー、なるほど。はい、分かった。ハット、ヒット、フット、ヘッド、ホット。なるほど。いや、そう、なんかね、うん、だいたい分かったんだけど、はい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 、ヘッド、ヘッドね、はい、まあなんか料理ねする人とか結構ね使うと思うんですけども、うん、牛脂のことだよね。あ、あれのことか。ヘッド、あのね、豚から取った脂肪はラードですけど、うん、牛から取ったものはヘッドというんですね。あ、そうだそうだ、はいはい、でも確かにハヒフまで合ってればもう絶対合ってますよねこれね。でも形容詞さすがにホットやろうってなってちょっと勝負できました。いや、素晴らしい。なるほどね。はい、ということで上からハット、ヒット、フット、ヘッド、ホットが入るということでした。やったー。なるほど、素晴らしい。リコさん理論だとこれで終わりだから終わるか、終わりのはず。俺だろ。じゃあまだまだまだ。あぶねえ、あぶねえ、終わるとこだった、あぶねえ。ただあの次の問題なんですけど、うん、ちょっと5個全部がなかったので、うん、ないところはバツバツ印が入っております。はいはいはい、はい、いや、まあ厳しくはなるよな。なかったじゃん、じゃあ。本当に優勝の可能性あったよ。危ない危ない危ない。では第2問参ります。第2問はこちらです。デレン、うん、あ、そっちにある。早い。どう、トッパ、トッピ、トップ、トッペがなくてトッポ。なるほど。はい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 、素晴らしい。ももさん早いですね、はい、これどっから分かった感じですか。まあ、1位ですね、はいはい、1位を3文字で言い換えた時に、はい、まあ、トップが割と最初に出てきて、もうお菓子でトッポで、確かにいけるってなりました。すごい、うん、1位をトップっていうのはやっぱ麻雀っぽいよ ね、 なんかね。そう、実況でもやっぱり、うん、一着のことトップっていうので、はいはいはい、あの麻雀実況者で会ったことが行きましたね。やるね。得意かこれ。得意かもしれない。確かにももさんが1位で解けましたって今言ってたじゃん、うん、俺なんかあの超えることを読み終わったくらいだったわ、なんか。リコのスピードじゃん、お前。俺のスピードだった。50音が絡むとめちゃくちゃゆっくりしか読めない。いつも読むのすごい早いのに。ね、全然ゆっくりしか読めない。ちょっとじゃあ速度上げます、一回。50音無視して。じゃあ第3問参ります。はい、第3問こちらです。でげん、うん、早い、うん、3台、新台、寸台、仙台、損台。はいはいはい、得意かもしれない。得意そう、ももさん早いですね。やったこれ。もうどっから解くんですか。予備校ですね。あーね、寸台と、はい、予備校が確かに一番分かりやすい。予備校がもう河合塾代々木ゼミナールはないので。ないね、まあ、私はまあ東進か寸台のどっちかで、はいはい、東進ね。そうそう、で下に地名が見るところ、お、寸台仙台。確かに確かに、寸台仙台、寸台仙台。はいはいはい、まあ、日本三大なんで、うん、三大ですね、はいはい、で寝台、寝る台とかいて寝台、うん、で寸台予備校で仙台、うん、で偉そうなことを損台というね、はいはいはい、なんか僕は、うん、答えるまでに読めました。もう読むことにめちゃくちゃ集中して、読めた読めた読めたって。
4問目こちらです、うん、できれん、うん、あ、じゃあ違うわ、何やわ、違うな、大官、大金、大君、大剣、大根、やだーシャーなので、はい、赤い彗星だから、はい、彗星だと思って、はいはいはい、思いました思いました、押そうと思って、うん、背が真ん中かどうかに7秒くらい使ってさしすせ、あー14秒目読み込めてなってで、時間食ったんですけど、うん、役職のところは、うん、ふふんあふんみたいな語感になるわけだよね、うん、なんちゃら感かなと思ったところからこうなんちゃら感を考えて大感だったらいけるかなと思ったら、なるほど、他が収まって、俺シャアの大君っていうのが俺あんま分かんないんだけど、はい、これはちょっと難しいんですけど、はい、まあ、あの赤い彗星のシャア、ね、シャアね、シャアアズナブル、はい、あのシャアアズナブル実は偽名で、あのコンビはあのキャスバル・レル・ダイ君っていう、あーキャスバルは分かるわ、大君っていうのしたの、はい、ね、えー、そうなんだ、はい、で大剣はね、今公認って言われてあの大学入学するための資格で、ね、昔大剣っていうのが、はい、今大剣じゃないんだ、高校卒業程度認定試験っていう公認っていうのになったんですよね、なるほど、はい、これでようやく古いかった、よしよし、すごい大剣いけたの、すごい、アジャストした、ちなみに俺のアジャストの仕方は、はい、マミムモであれと思って待つってやつだったね違ったけど、違った、でもいけた、でもいけた、うん、ゆっくりゆっくりやったらいけた、ちなみにちょっと次の問題から若干ちょっと複雑に、おそう、これは複雑に、気をつけください、複雑になんて作るの大変だろうって、次こちらの問題です、はい、激伝、あら、わー、なるほど、なるほど、ほんとだ、字が違うのか、そこが最後は一緒、3文字目、3文字目がちょっと最初と最後が同じだ、はい、楽器多いな、なんかね、料理と楽器に振ってるけど、飲み物のって何、なんか確かにね、飲み物と楽器がしない、飲み物はってなですよね、うん、なんかちょっと飲みくくりとして飲み物に入れていいのかがちょっとなんか微妙に感じた部分があったので、まあ、分かりやすいのは1番目と3番目あたりかなという気がしますけど、音楽用語、楽器、うんうんうん、ダメだ、楽器が、楽器これじゃないのよ、きっと、うん、楽器と飲み物ハテナは一文字違いってことだもんね、そうですね、この3番目と5番目はこの、分かった、頑張ってね、フラット、フリット、フルート、フレット、フロート、おー、なるほど、やった、はいはい、フルートか、やった、これかなりの難問だったかと思いましたが、はい、いや、まあね、1番目と3番目が比較的分かりやすいということで、4文字の楽器を考えて、うん、なんかね、オルガンの魔力から抜け出せなくて、いや、俺めちゃくちゃオルガンだと思って、そうなんです、オルガンの中にこう、そうそうそう、すげえがっかりしましたもん、ね、いやでもルだなと思った時にフルートが出てきて、うん、いけるってなりました、いや、フルートなんか出てこんかったな、なるほどね、まあ、フレットっていうのはあのなんかギターについて、その押さえる部分の、はい、あの部分のことですね、うんうんうん、はい、まだ問題が、よしよしよし、あれ面白いからな、次の問題こちら、デケデン、あれ今度はどう、はい、今度は5文字になりました、うーん、いやー難しい、これお板書、便書、文書、弁書、盆書、よっしゃー、やったー、これはすごい、盆書、盆書ね、盆書ね、はい、ジョヤの鐘とかを鳴らすときにですよ、でっかい鐘のことですね、盆書、うん、盆書、盆書ね、絵画のタイトルで、まあ、5文字のものを考えていって、うん、まあ、やっぱり名画みたいなものかなと思って当てはめていって、はい、板書に当たったときに、お、
阿行だ、貧勝だ、イエーイ。絵画から行けたのいいですね。そうですね。償いでテレサテンダ、いやいや、分かる分かる分かる、めちゃくちゃ最初それが思います。償いテレサテンって思ってからも押されてました。いや本当にテレサテン償いだけ書くのめっちゃ笑っちゃいますよね。本当に私がテレサテン思いついたとき来たみたいな顔してるんで、ちょっともう一回見て。違った。あ、今のがももさんのテレサテン思いついた顔ね。テレサテンだと思ったらテレサテンってなってるんで、他が違いましたね。他違いすぎましたね。ここで問題終了。ももさん4点、古川さん2点、リコ0点で、ももさん以上です。やったー、強いな、強い。序盤からね、だいぶアジャストをしていたなっていう印象でしたけども、どうでした？ジャンルとしては言葉遊び系のクイズが割と得意だなと思っていたので、うんうんうん、この形式で優勝できたのはとても嬉しいです。いやでもよくこんなにいっぱいあったなっていうのが本当に、うん、確かに終わってからも思いますし、うん、すごく楽しい企画でした。はい、5時音順にはちょっと苦労したと思いますが、古川さん。はい、まあ、なんか読むの遅マン、5時音順並べられないマンとしては、うん、むずくなった方がまだ勝ち目があるかなって感じなので、次回はそうですね、盆章が多めに出たら結構勝てるかなと思うので。もう出ない、もう出ないのか、盆章出ないのか。でも第2回がするの大変だとは思うんですけども、うん、高評価集まればね、また AD にぜひ企画してほしいなと思いました。楽しかったです。そしてリコ、面白かったんだけど、うん、面白いなーで終わりました。参加はしてるしね、楽しんでいるんだよね、リコもね。面白いなーで終わりましたね。面白かったですね、考えてるのも、うん、で答え言われてほっってなるのもね、うん、面白かったですね。はい、以上本日のカフィティアでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。デン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